しかねをというか楽しみにされていたと思います。あの山下良樹参議院議員からですね、国会の情勢報告を到着されたばかりではありますけれども、あのいただきたいというふうに思います。山下さん、よろしい準備はよろしい？いいですよ。はい、はい、もう準備万端ですよ。万端で、はい、ではよろしくお願いします。ご紹介いただきました山下良樹でございます。政教労働者出身です。今日はあの政教労働者講演会の参議院選挙に向かう決起集会にお招きいただきありがとうございます。めちゃめちゃ期待をしております。なんといっても政教労働者講演会の皆さん明るいです。明るい。政教労連現委員長柳さんがバンドを組んでボーカルを歌って踊れる委員長、まあ、非常に明るいです。これいいです。ただ明るいだけではございません。中身があると。前委員長北口さんは中央労働委員会の労働者委員、すごいじゃありませんか。頼もしいじゃありませんか、ね、明るくて中身がある、まるで日本共産党そのものだということですから、まあ、多いんですね。全国の労働者そして消費者の中に、政教労働者講演会の皆さんが日本共産党の風を吹かす先頭に立っていただきたい、心から期待をしたいと思います。私もですね、明るく中身のある共産党の姿を労働者の中に、広く広げようということで、昨日と今日ですね、職場の門前で、宣伝をしてまいりました。昨日は兵庫県にあるんですけども、三菱電機姫路製作所の門前で宣伝しました。夕方なんですけども、ちょうど昨日は農産業でということでして、三菱電機姫路製作所で働く4000人の労働者が一斉にですね退社をするんです。その門の前で、宣伝をしてきました。4000人の労働者のうち三菱電機姫路製作所本体の正規の社員は800人です。あとは関連会社の、労働者、あるいは請負労働者なんですけども、だから政府がいろいろバラバラなんですけども、一気にドーッと出てくるんですね。そこで私はどう言おうかなと思ったんですけど、三菱電機姫路製作所は自動車のエンジン、電装品、それから制御システム、パワーステアリングシステムを作っていると。特に日本のすべての車の発電機と、セルモーターをですね全部作ってるんですよ。だからもう皆さんがいなければ日本の自動車は走りませんと。安全で快適な車作りに貢献されている皆さんに心から日本共産党は敬意と感謝を申し上げますと、まあ、ここから入ったんですね。で私たちは労働者の技術や技能が生き生きと、発揮できる、労働者が大切にされる企業産業でこそ成長も発展もできると思っておりますということでですね、チラシ巻いたのはこれ、今日はこれが来てないですね、申し訳ございません。これ持ってきてよかった。今話題のおにぎりビラといってですね、私たちの、暮らしに希望3つのプラン、まあこれはですね、それをもう非常に短くしたプラスターなんですけど、これを掲げながらこのビラを配ったんですね。でこれはですね、あのまず3つのプランの冒頭にですね、8時間働けば普通に暮らせる社会をということを入れてるんです。だから職場の門前でも出てくる労働者に、さっき言ったような労働者が大事にされてこそということを言った上で、この中身を8時間働けば普通に暮らせる社会を掲げて参議院選挙を戦います。中身もやっぱり言わないとダメなので、例えばですね、残業代ゼロ制度がね、この間、あ、これ書いてない、すみませんあまりにもダイジェクトしすぎて中身がない、こっちには書いてあるんですけど、こっちには書いてあるんですけど、まず残業代ゼロ制度をね、やっぱりあの長時間労働で過労死するような大企業の労働者ですからありますからね、それをもうなくすと。それから、残業の上限は週15時間月45時間年360時間まで、これを超えると脳心臓疾患が増えるということが医学的に明らかになっているので、全ての労働者にその上限を守らせる法律のルールを作ります。それから、非正規の方も多いですから、生涯派遣という労働者派遣法の改悪がやられましたから、これもやめて、正社員が当たり前、正規雇用が当たり前のルールを作ります。そして
関連会社で働いている方もいますから、やっぱり賃金を上げなければならない。最低賃金を、まあ、兵庫の場合はですね、調べますと、時給でですね、あ、書いてない書いてた書いてた、871円なんですよ、兵庫はね。871円ではですね、これでは全く暮らせない。フルタイムで働いても年間157万円ですね、月収13万円です。これでは自立できません。日本共産党は全国どこでも今すぐ、最低賃金を時給1000円に、そして1500円目指して頑張る。その鍵は中小企業で働く労働者にも賃上げができるように、中小企業の賃上げを支援する。安倍政権の中小企業賃上げ支援予算は年間7億円、全国の中小企業で割りますと1社当たり年間200円。これでは賃上げなんかできません。1000倍にして、中小企業の社会保険料の負担を軽減する制度を作りたい。法人税を減税しますっていうのは、中小企業の7割は赤字ですから、もともと法人税払ってませんから何の効き目もありませんから、社会保険料を減額することで、賃上げしたところを支援するということをやろうというなどをですね、やってますよということを、訴えておりました。そうしますとね、だんだん心が通い合うんですね。三菱電機姫路製作所から出てくる人たちとビラの受け取りが良くなります。で、私だけが喋ってるんじゃなくて交代でね、何人かと、私ちょっとビラ配りもやってみたんですよ。そうするとね、笑顔で目を見てね、大体分かりますよね、取ってくれそうな人が。そういうところを狙って渡すので受け取りはいいっていうだけではなくて、だんだん良くなってくるんですよ。でね、そういうこう、やっぱりね、一生懸命働いていいものづくりをしてるってことに自信と誇りを持ってあるからね、その労働者に敬意を示しながら配るとやっぱり心が通うような気がします。取らない人も、取れなくてごめんねと、頑張ってねっていう感じで過ぎ去っていくんですよ。間違い、いや、これ間違い、私はそう感じたんですよ。これほんまですよ。だからお互い心が通ってるなっていう感じでですね、宣伝ができました。駅頭で宣伝するよりもビラの受け取りが良かったです、みんな言ってました。大企業の門前ですけどね。で、たくさんの方が、やっぱり日本共産党と大企業職場で働く労働者の垣根がやっぱり低くなってるんだなというふうに思いました。それから県会議員さん、市会議員さん、それから兵庫の大企業の職場の OB の皆さん、そして地域の共産党の支部の皆さんと、まあ、20人近くでやったんですけど、みんな喜んでくれましてね、こういうことを やったということが、ある女性の党員の方は、後援会の方は、共産党の副委員長が三菱の労働者に駆け寄って声をかけビラを巻いていることに感激したと。元気になりました。そんなに感激されるようなことして、そうしないとですね、労働者の気分がわからないじゃないですか。やっぱりビラを配る、心を、まあ、会話する、この働くルールが載ってますよとか言いながらですね、チラシを巻くとちょっとやっぱり表情がまたグッと関心が高まるなんかありましたので、まあ、そういう形で心を通わせながらやることがやっぱり大事なんじゃないかなと思って、みんな元気になってくれたのは大変嬉しかったです。それから今朝はですね、大阪市役所の前で出勤する自治体労働者に宣伝をいたしました。どう切り出そうかなと思ったんですけど、やっぱり自治体労働者の一番の願いは住民のためにいい仕事がしたいということです。そう思って頑張っていただいているし、国保、介護、生活保護、子育て、保育、まちづくり、芸術、交通、もうあらゆる住民生活に深く関わっているのが自治体労働者です。そのためにですね、今しかしながら職場で国が主導して自治体リストラ、人減らしがずっと広がってますので、正規の自治体労働者ものすごく減ってます。で、一方で臨時非常勤職員がものすごく増えました。今全国で60万人に非常勤の臨時非常勤の自治体労働者が増えている。そういう中で何が起こっているかと言いますと、やっぱり、正規職員がぐっと減ってですね、負担と責任がものすごく強まっておりまして、メンタル、精神疾患で長期病休になっている自治体労働者がこの10年15年間に3倍に増えているんですね。これは直さなければね、やっぱり必要な正規職員を増やすこと、そして非正規、臨時非常勤職員がの待遇改善のために来年4月から会計年度任用職員というね、新しいルールが始まりますので、これを機に
非正規の正規化も含めて待遇改善をやる、これは国会でも私も質問しましたけども、そのために頑張ります。そして大阪市では人事評価制度に相対評価が持ち込まれて、これはもうみんなで頑張ることを妨げるんですね。後輩に仕事を教えたら自分の評価が下がる心配があるからって教えない、それが相対評価なんです。必ず C、D の人を作らなければならないのでね。だからそんなことでチームワークが保てない、それで一番割り行くのは労働者であり住民なんですね。だそういうルールを変えようじゃないか、そのために国会でも大阪市会でも頑張ってますよってなことを言ってました。なかなか反応冷たかったです。大阪市は大阪維新にね支配されている職場でもあります。ただやっぱりよく聞いてます。耳をそば立てて、いい仕事がしたい、それに応える職場を作ろうっていう呼びかけはやっぱりみんな聞いてるし、一番反応があったのはやっぱり2000万円の貯金が必要ですと。これはやっぱりみんなね顔を向けて一緒に怒ってましたね。それは怒るでしょう。あれはあまりにもひどすぎます。年金だけでは老後の暮らしに月5万5千円足りません。2000万円貯めなさいということを政府が正直に認める報告書を出したわけですね。100年安心と違かったんかいと、国家的詐欺やないかという怒りがバーッと吹き出してきたら、昨日一昨日ぐらいからですね、麻生さんは受け取りませんと、あの報告書に。自民党の国対委員長はなかったことにしますと。むちゃくちゃですよ。自分たちに都合の悪いことが国民に知れ渡ってね、大騒ぎになったらもうなかったことにする、こんな気味の悪い政治はもう変えようじゃないかということですよね。消費税は上げるけども年金は削る、そして2000万円貯めというのはね、これはあまりにも国民をバカにした政治ですから、こんな政治は変えようじゃないかと。そして日本共産党は、中身変えてませんけど、暮らしを支える安心の社会保障にということで、年金のこともちゃんと、もうこういうことが起こることを予見したかのようなチラシになってまして、なんで年金が減るのかと言いますと、マクロ経済スライドという物価は上がっても年金は上がらない仕組みを作り発動したのは安倍政権ですね。でこれどういうことかというと、お年寄りの数が増えれば増えるほど、お年寄りが長生きすればするほど年金給付額は下がるという仕掛け、私はもう親不孝の仕組みだと思っておりますけれども、このマクロ経済スライドがあるから今2000万円足りません。そして今41歳未満の方は2000万円ではなくて3600万円足りませんということまで報告書には書いてある。共産党の小池さんがね暴露して大騒ぎになりましたけど、その原因はマクロ経済スライドにあるというふうに報告書に書いてあるんですよ。だったら今政府がやるべきは2000万円貯めろじゃなくて、マクロ経済スライドをやめて減らない年金を作ること、足らない年金の底上げをすること、私たちは低年金者、国民年金だけだったらもう満額でも6万4000ぐらいですからね、月暮らせません。6万4000以下の人もたくさんいますから、そういう方々に月5000円の底上げする、年6万円の底上げをする、減らない年金、安心できる年金を作るために頑張りますと、そのこともちゃんと書いてありましたね。ここは非常に反応が大きいですね。まあそういう政策を出しました。要するに批判だけではなくて、日本共産党はこういうふうに日本の政治社会を希望あるものに変えたいと、暮らしに希望を3つの提案ということをですね、8時間働けば普通に暮らせる社会、お金の心配なく学び子育てできる社会、そして暮らしを支える安心の社会保障にという3つの希望のプランを示しました。そして裏返していただきましょう。与崎さん、ありがとう。財源どうするのという必ず出てきますから、私たちも消費税 10% 増税、そんなものは必要ないと。そうじゃなくて、ここにあります、大企業に中小企業並みの法人課税、これ大企業の法人税の負担率は 10%、 中小企業は 18%、 大企業だけが使える優遇税制、研究開発減税などがいっぱいあるからですね。トヨタ自動車1社だけで研究開発減税で5000億円負けてもらってますから、内部留保を溜め込んでるそんな大企業にそんな減税必要ないですから、せめて中小企業並みに大企業にも法人税払ってもらおう、それだけで4兆円国の税収は増えます。それから、富裕層が優遇されています。株の儲け利益にかかる税金が欧米諸国と比べて非常に低いですから、これを正す。そして所得税の最高税率を自民党政権ずっと減らしてきましたから、減らしすぎですからちょっと戻す。
ということで3兆1000億円税収を増やすことができる。富裕層っていうのはもう一人の個人でね何千億とか持ってる人のことですから、皆さんご安心ください。政教労働者はこの中に入りません。さあ私もよくわかります。それ米軍への思いやり予算などを廃止する、これだけで、辺野古の基地建設も国民の税金ですからね、やめようと。 0.4 兆円、合わせて 7.5 兆円、7兆5000億円、消費税に頼らなくても政治の姿勢を正せば出てくると。財界中心、アメリカ言いなり、この2つの歪みにメスを入れれば希望ある財源が出てきます。ここでもはっきりと示しているのが日本共産党の今度のプランなんですね。ぜひこのことをですね広げていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。で最後にですね、私はぜひ政教の職場の労働者、あるいは地域の組合員、消費者の皆さんに響く訴えをですね、ぜひ皆さんが工夫して編み出して対話の中で練り上げて訴えていただきたいと思っております。8時間働けば普通に暮らせる社会をという私たちのスローガン、これ政教労働者の中でもですね、どう訴えればそれが響くのかということをぜひ研究していただきたい。やはり政教の職場にはたくさんのパートの労働者がいます。それから関連会社で今運んでもらっている、届けてもらっている職場も多いでしょう。そういう労働者にどうすれば8時間働けば普通に暮らせる社会をということで訴えることができるのかをぜひ研究してほしい。まあ、身内びいきになるわけじゃありませんが、私の出身は大阪河内市民政教です。今パルコープになってますけど、あそこではもう長年、もう関連会社に頼んでいた配送を、まあ、正規化してですね、直接雇用にしてやり始めたら結構皆さんやりがいを感じて、経営にもプラスの影響が出てるというふうに聞きました。まあ、これはできるところとできないところあると思いますけど、例えばそういう形でですね、一緒に働く職場の仲間が本当に団結して、お互いに暮らしが良くなるような言葉をですね、そして、職場の戦いをですね広げていただければというふうに思います。組合に対してやっぱり消費税が一番響くのではないかなと私は思います。私政教に入った時、学生からすぐもう政教に入ったわけですけど、その時学生の私では分からなかった主婦の皆さんの経済感覚、非常によく分かります。それを一番分からせてくれたのは、卵を配送する時にですね、卵をケースでバーンと下ろす、で共同購入でみんな班の皆さんが出てきてね、こう開けますわな、でパーッと箱の中見て卵にひびが入ってたら喜ぶ、嬉しそうな顔するんですよ。兄ちゃん1個割れてるよ、はい10円と。その時河内市民政教は卵にひびが入ってたら10円返金するってことなんです。で割れてるのになんで喜ぶんだろうなと私思った。そしたら割れてても卵は食べられる、プラス10円返ってくる、こんな嬉しいことはないっていう、あ、その表情だったのかと。私は学生では分からなかった、その時家計を預かる、まあ主婦の方が多かったですけど、その皆さんの経済からチラシを見て1円でも安かったら自転車乗って何キロも走る、この皆さんにとって消費税が 10% になるってのはとんでもない大打撃ですから、そんなこと必要ないんだと、いうことをですね大いに語っていけば、消費者組合の皆さんにも希望を届けるのではられるのではないかなと思いますね。ぜひ中身があるから楽しく活動できる、政教労働者の講演会の皆さん、初任選挙を楽しみながら、できれば講演会とともに日本共産党員の仲間も増やしながらですね、政教の職場で戦う、力を大きくしながら選挙を戦っていただければと思っております。期待しております。ありがとうございました。